芝さんを拍手でお迎えしましょう。はい、ありがとうございます。Python で遊ぼうコンピュータ将棋2020というタイトルで、発表させていただきます。芝と申します。T シャツが郵送されてきてましたので、今日はこの T シャツを着て発表します。まあ、私がここで喋る理由がよく分かってない人もいると思いますので、簡単に、今までの戦歴を紹介します。2017年、第5回の、将棋電王トーナメントというのに、初参加しまして、その時に準優勝しました。それからその翌年2018年に、第28回の世界コンピュータ将棋選手権、これも初参加なんですが、いきなり優勝しまして、その時に、パイコンミニ広島というのがありまして、その時に、招待講演いただいて、まあ、この時はもうざっくばらんと、柔らかい話をしました。で、この時の評判が良かったということなので、今回招待いただいたんだと思っています。本来はですね、広島で呼ばれた時は交流があったもので、気楽に話したのですが、今回も同じノリで喋っていいのかなと思いながらも、多分同じノリで喋ると思います。で、2019年2020年とも大会があったんですが、こちらは両方とも準優勝というふうになっています。簡単な自己紹介から入ります。岡山県立大学情報工学部に所属しています。で、授業担当は CAD や CNC などのものづくり支援系であったり、創造系科目、自立移動型ロボットの制作なんかのサポートをしています。で、研究としましては、以前、航空機の排ガスであったり内燃機関の制御などを中心に実験系のものをやってました。レーザー計測なんかが得意でした。で、最近は数値シミュレーション、化学反応のものが多いんですが、そういったものを主にやってました。で、そういう時の、過程で PC クラスターなんかも自分で作ったりして計算をしたいのが今回に来たんじゃないかなと思っています。というのが固い紹介なんですが、柔らかく言いますとですね、大阪で生まれて、8ビットからパソコンを経験しまして、学生時代にですね、人力飛行機のチームなんかを作ってワイワイと騒ぎました。ゼロからものづくりする経験をさせていただきました。で、学生時代にですけど、これもスパコンのチューニングコンテストなどに、一般参加で部外者のエントリーしてみて、大勢の中から下から3番目ぐらいのひどい成績を出したような経験も今回役に立ったかなと思います。それからですね、大学院の時代に IT バブルがありまして、IT 系のアルバイト、これを経験したのが、ソフトウェア開発で非常に生きてるんじゃないかと思います。もっと柔らかく言いますとですね、いろんなことをやってて器用貧乏な研究者です。野球でいうと内外野守れてピッチャーキャッチャーまである、ユーティリティプレイヤーレベルです。っていうとすごいのかなと思うんですけど、学者でいうとペーペーの方で、ドラマのガリレオでいうと、湯川さんではなくて、脇役の方のポジションかなというのは自認してます。それから、いろんなプロセスをすっ飛ばす傾向がありますので、今回の話も相当途中飛ぶと思っていただければと思います。それでは、機械学習、どういった経緯で始めたかという話から入ります。2017年3月、暇で入門と書いてありますが、研究職の3月が暇だということは書くべき報告書がないという、寂しい状態です。予算もほとんどなかったものですから、波の GPU1 枚だけ買い置きがあったんですが、これを使ってちょっと遊ぼうと考えました。当時いろいろと書籍が本屋さんに 出始めた頃ですので、そういうのを2、3冊買ってみて、ネット上のブログとかもたくさん出てましたので、こういうのをざーっとやってみましょうと、教養の一環かなというのが一つと、あわよくば仕事に使えるかなっていうぐらいの動機で、始めました。
で、以前 Python2 を少しは触っていたんですが、Python3 は実はこの段階で初めてでした。とにかく、まあ、ドキュメントのタグが全部 Python3 になってますので、仕方なく使おうと。で、場当たり的に、必要な機能をその場で学ぶというようなプロセスで、勉強しました。まあ、他の言語で機械学習のライブラリ、アルゴリズムを全部コーディングするよりは、もうドキュメント通り Python のライブラリを呼び出すだけっていうのがずっと楽ですね。で、まあ、これもよくあるあるなんですが、Python の2から3に移行するときに、まあ、工夫するところって、まあ、最初の3つがほとんどです。複雑なところは、まあ、特に私は地雷を踏んでないので、楽にクリアしました。それから、Python2 では全然触ってなかったんですけど、Python3、機械学習を始めるときに役に立ったのが Jupyter ですね。Python ユーザーにとっては必須のツールだと私は思ってます。使ったことがない人は一度は体験するべきだと思ってます。で、ディープラーニング、初めて触ったときに何を感じたかというのは、まあ、よくわからないんだけど、そこそこ動くなというのが、まあ、良くも悪くも不安の理由であり、面白いなと思った理由でもあります。ブラックボックスだなというのが最初の印象です。それから、チュートリアルは、ドキュメント通り実行するとですね、素晴らしいチャンピオンデータが簡単に得られます。精度が 99.9% とかいう数字が簡単に得られます。ただ、理屈が全然分かってなくても合います。ですから、据え置き型のライフルで引き金だけ引いたら的に当たるような、そういうようなイメージで、捉えました。となってくるとですね、自分は自分の的を打ち抜きたいわけですので、次としては、まあ、自分のやりたいことにできるかというのを挑戦しなきゃいけません。そうするとですね、結構問題となってくるのが、大量の教師データがあるテーマを探さなきゃいけない。で、ものすごい計算量があるので、計算能力もいるというようなことも、念頭に入ってきます。まあ、そうなってくると、まあ、GB は当然必須になります。たまたま手持ちにあったのが3万円台の CPU と3万円台の GPU なんですけど、この2つの速度差が数十倍あります。ですから、これからやろうという方は、必ず GPU を1つ用意した方がいいと思います。で、次ですね、自分の狙った的を打ち抜けるかという問題で、練習問題を自分で用意するということになります。大量の教師データが必要で、で、模範解答がないものがいいなというのが、一番、考えたところです。で、まあ、多くの IT 企業をやっている画像をやるか、それから、時系列データとして株価予測なんかをやってみるかみたいなのが、考えられるんですけど、ちょっと前例が多すぎて面白みが足りないなというのを感じました。そこで突然なんですけど将棋です。当時すでにコンピューターで対局がされているということは、知ってましたし、囲碁が実は、白黒の直行座標系の盤面ということで、画像認識的な扱いで囲碁が結構成功しているというのも、知ってました。将棋はですね、データはたくさんある。で、足りなかったら追加も可能だというのが分かってましたし、ディープラーニングやってる人はいるのかなと探してみたんですけど、当時でネット上に3人ぐらい、ブログが3つぐらいあったぐらいでした。で、まあ、じゃあ練習問題1、これをやってみようというのが取り組んだところです。始めてからまだ10日ぐらいの段階でここでした。で、将棋のデータ構造、まあ説明するまでもないかもしれませんが、駒の種類が8種類ですね。王、飛車、角、金、銀、桂、香、歩ですね。そのうち6種類は成り駒へ変化しますので、盤上では14種類。で、先手後手の向きがあるので28種類というのが本当でしょうか。で、盤面は 9×9 ですね。で、持ち駒の台がありますが、そこに乗る可能性のある駒は、
まあ、王様は乗らないので7種類になります。で、手番が先手が後手か、これが、将棋のデータ構造のすべてになります。で、コンピューターで扱うときにはこの対戦の、指し手なんかも表現しなきゃいけないんですが、調べてみると3つぐらいのプロトコルがありました、それぞれ、指し手を示しているんですが、まあ、移動元移動先を示しているプロトコルもあれば、人間が読みやすいように漢字で書かれているのもあれば、持ち駒の種類、なども表現されているのもありました。次、厄介なんですが、盤面表現ですね。コンピュータ将棋やる人はこれができなきゃいけないんですが、将棋フォーサイスエドワーズノーテーションと言われるものがあります。これはチェス由来で、フォーサイスエドワーズノーテーションというのがあるんですが、これは、新聞記者のフォーサイスさんとコンピューターをはじめてエドワーズさんですかね、あたりから受け継がれたやつで、普通将棋の場合は右上から縦に棋譜を読みます。盤面上1の1、1の2、1の3と、読むんですけど、これヨーロッパのチェス由来ですので左上から横に読んでいきます。L6NL と書いてありますが、左上に L、ランスですね、強者がありますね。それから6マス空いて、桂馬、ナイトがあって L、ランスがあります。スラッシュで開業です。5マス空いて、と金がありますが、これプラスのラージピーとあります。小文字が相手側の駒で、先手側が、ラージピーですね、大文字の P です。ポーンですね。で、1マス空いて、GK となります。GK はもちろんゴールドとキングです。といったような表記をコンピューターで扱わなきゃいけないんですが、まあ、プログラム好きな人はこういうの得意だと思うんですが、私めんどくさかったので、非常に便利なライブラリを見つけて終わりました。これも Python です。GitHub に公開されてますし、作者の方、当時ディープラーニングを試みられた3人のうちの1人です。非常に、よくできてますので、私これ丸々使わせていただきました。また、世界選手権の登録ライブラリに、登録してくださいと私からお願いいたしました。どういうことができるかといいますとですね、プロトコルの変換みたいなのが、ファイルを読み込んで、実質1行というか2行というかあたりですね。で、プロトコルの変換ができたり、Jupyter と連携すると、特定の対戦棋譜に対してスライドバーをつけて、何手目の局面というのを、盤面上に表現するというようなことが、10行足らずでできます。こういうことができるとどうなるかというと、対戦棋譜の整理っていうのが、非常に簡単になりますし、途中の局面をなんか、特定のデータを可視化したいとか、ちょっとした実験をしたいとか、そういったものを簡単にできるようになります。独立したスクリプトを作らずに、特定の局面の特定の値だけを抽出するみたいなのを、簡単にできるようになります。ところでディープラーニングというのはうまくいったのかと言いますと、この時点では微妙な段階でした。正直言いますと、あの駒をルール違反になしに動かしたり、ぶつかった駒を取ったりと一見普通の将棋として動きます。当時はあまり感動はなかったんですが、普通に考えてみるとですね、ルール違反なしに駒を動かすっていうのは非常に高度なことなんだなというのは後で分かりました。何と言いましょうかね、将棋の入門者レベルまでは、簡単に届きました。で、面白かったのはですね、駒がならない、大駒がならないという不思議なことが起こります。将棋をやった、初心者なんかだと飛車角の大駒が鳴るっていうのはもう一番モチベーションが高い、テンションの上がる行為のはずなのに、コンピューターにとってはですね、出現頻度の低い、学習の機会が非常に少ない行為になって、そこに大きなインセンティブがないということで、学びがないわけです。
飛車ならずという手が多く出てくることになります。それから、直行座標の、メッシュを作った、せいだと思うんですけど、角の筋、斜めの筋を見逃すことが非常に多いです。同じように、深層学習のプロジェクトが進んでるんですけど、青葉ゼロという大規模プロジェクト進んでるんですけど、これでも同じような傾向が時々出てて、角の筋を見落として頓死するみたいなパターンがよく出ています。ですから、まあ似たような傾向が出るんだなというふうに思います。で、当時の結論としては弱いというのが、結論でした。ただ適当に作ったあれに動くんだなっていうので非常に面白いなと思いました。で、ネット対戦のサーバーにつないだんですけど、まあ負けること負けること、まあ試作品ですので、まあ強いわけはないんですけど、何が面白いかっていうと全然時間を使わないわけですよね。局面の深層学習だけで、手を差していると、探索というものがないので、何手か先のことを考えずに動かす、当たり前なんですけど、こういうのをね、せっかちな将棋っていうんですかね、人間同士の対戦でもあると思うんですけど、考えずに 2,3 秒で指す人っていますよね。もう小学校の時に、近所の公園のおっちゃんとかでよく見たんですけど、考えずにすぐ手を指すっていう人たちいますよね。ただこれ素人の将棋ですね、早い方が考えてないから弱いとは限らないんですよね。プロ棋士が素人相手に三面指しとかするときに、1分も考えてくれないですよね。つまり、パッパパッパと早くを指す、そういう方が強かったら面白いなというのが、私の当時のなんていうんですかね、モチベーションというか興味でした。このあたりからちょっと取り組みがちょっとおかしくなってきまして、方向性がおかしくなりました。ノータイムで指してそれでも強いものを作ってみたいというのが動機になりました。完全に受け狙いです。で、どうしたら強いものができるかという次のアプローチを、調べ出しました。で、オープンソースとかで出ているソフトいくつかあるというのを、調べることになりました。ブログが充実していて、いろんなところで使われている屋根裏をであったり、当時ですね、世界チャンピオンになったエルモであったり、で、オープンソースの中でもそのドキュメントが非常に充実している技巧とかいうのも、ソースから読んでいって調べました。ソース内に文献の引用が多数ありますので、文献もたくさん手に入れました。でからですね、これ情報系の人たちが喜ぶのかもしれませんけど、ゲーム理論の勉強もざーっと始めました。ここで詳しく説明しませんが、完全情報ゲームとは何ぞやとかですね、ゲーム機の探索とは何か、局面の定義とは何か、評価とはどうすればいいのかとか、ミニマックス王手は何ですか、どういったものをすれば、強くなるのかみたいなのを、さらに、探索法でもそれを改良したアルファベータ法、など高速化する技法であったり、モンテカルロ機探索だとか、そういったものも、一通り勉強しました。それから反復進化ですね。深さを読み進めていく、時間があれば深くしていくというような手法、コンピュータ将棋だと20手30手先読むんですから、こういったものを、使われていると。で、これも将棋で独特なんですけど、合法手、まあ、簡単に言いますと反則ではない手ですね。盤面上動かせる駒がどれくらいある、それがどこへ動かすという、全てのパターンを追っかけると数学的に593手が最大だそうです。で、持ち駒が増えるとですね、それは空きマスのどこででも打てるという駒ですので、劇的にパターンとしては増えます。簡単に言うと、機探索でいう枝が増えるということになります。プログラム好きな人は、
これを上手に表現できるプログラムを作ってみると非常に勉強になります。私はライブラリを使いましたので、手抜きさせてもらいました。で、枝刈りですね、探索も全部真面目に読んでいくと時間が足りないので、効率よく読む。アルゴリズム上、無駄な探索を蹴るのを後ろ向きの枝刈りというんですけど、多少危険でも前向きに枝を刈る、もう可能性がないだろうというのを早めに刈っていくみたいな枝刈りの技術も結構争点になる技術の一つです。で、いろいろ勉強した結果、強い弱いの争点はこれぐらいだろうというのが上がってきました。まず、局面の評価関数ですね。以前は駒の損得とか、なんとか囲いにはプラス何点とか、割と手入力で設定を行っていたようなところはあるんですが、最近はもう機械学習で局面の、評価関数を作ります。それから枝刈りのアルゴリズムですね。それは、先ほど説明したような話です。で、高速化ですね。インラインアセンブラを使ったりとか、CPU の拡張命令を使ったりとか、そういった技術も結構争点になっています。それから、今のコンピューターでマルチコア、それから素結合のクラスター化みたいな技術を当然使ってきますので、この高速化と枝刈りの技術と非常に密接なつながりもあるんですけど、マルチスレッドとかいうか、並列計算というか、そういった技術も入ってまいります。で、ここまで割とデジタルなんですけど、時間管理っていうの問題がありまして、多くの人がここ雑に行ってるなという印象がありました。はい。で、他のチームというか、いろんな人が何をやってるかなっていうのをいろいろ調べてみると、自己対戦で何百戦戦って、勝率何割ですというのでパラメータを細かく調整しています。で、大変計算量がかかって時間もかかるような問題を取り組んでいます。フィードバックループが大きいなというふうに思いました。で、誰々さんが考えたなんとか理論によるとこうやると強くなるはずだというのを信じて1ヶ月2ヶ月のスパンとかで大きなループを回す人が多かったんですが、私何分貧乏症で実験的な人間ですので、1回戦うとなぜ負けたのか、なぜ勝ったのかっていうのを一個一個チェックしてまして、負けたこの手を指さないためにはどうしたらいいのかという一個一個小さな問題を気にして対応しました。なるべくフィードラップループを小さく、で、すぐできる小さな実験をいろいろとやりました。負けたたびに行うというスタンスです。で、それからこれも時間に関する話なんですが、不思議なことなんですけど、当時コンピュータ将棋では序盤から終盤までだいたい同じ時間に均等割りにして対戦するのが良いというのが通説でありました。ある深く読んだ手を有効にするためには前後も同じ程度深く読んだ手が、刺さないと手のつながりができないというのが、理屈だそうです。ただ、人間ですね、プロのタイトル戦なんかだと半数の手はノータイム、1分未満の手が多いというのが知ってましたし、そもそも初手とか2手目とか時間使う必要があるのかなとかいう話を、感じてまして、この辺はどっちかにすり合わせるのかなとか、いやコンピューターでもノータイムとかあってもいいんじゃないかなというのが、当時思いました。少し調べてみたんですけど、コンピューターにとっても当然の手っていっぱいありまして、そもそも将棋で超伝の手っていうのは4割近くあります。歩が突き合うと取るとかですね、角が鳴りましたと。角で角取った後の、馬ですね、それを銀で取り返すみたいなのは、もう考えなくても指せる手ではずですよね。飛車先の歩をついてきたら交換する。一連の操作ですので4手ぐらい、
先手後手両方がですね、ノータイムで指せるような手があるわけですよ。ですから、コンピューターもそれでいいんじゃないかなと思いました。じゃあそういう時は浅く読んで即指すというのをやればいいんじゃないかなということでやってみたんですけど、場合によります、ちょっと間違えると大失敗します。で、こういうことができるプロ棋士もいます。短時間の早指し戦だけ強いみたいな棋士もおります。で、結局どうなのかというと、浅くていいかどうか、すぐ指していいかどうかの判断が難しいです。これ実は人間も言えまして、この局面難しい局面です、じっくり考えてくださいと言ってくれれば正解手を指せるんですけど、対戦中にそれを自分で気づくのは非常に難しいです。であればどうしようかなということで、今回実装したアイデアでは、相手の持ち時間の時に、自分の考慮時間ではないですよ、相手の指し手を考えている間に相手の指し手を複数、仮読みします。だから相手はこの手指すだろうなっていう手を一手読むのは普通なんですけど、複数手用意します。で、あとその当たる確率を一生懸命当て、上げていこうという試みを行いました。多くの人は自己対戦しかやってない。で、自己対戦の時にはこの相手の指し手予測みたいなのがあまり意識されてないので、ちょっと面白いアイデアかなと思いました。で、狙い目としては、交互に指すリズムではなくて、常に相手の手を待っていく、カウンター狙いのイメージでプログラムを作りました。当初受け狙いでやろうと思ってたんですけど、多少やや攻撃的な作戦になってきたかなと思います。ある人が言いました。完璧を目指すよりまず終わらせろと。高尚なアルゴリズムを考えるよりもとりあえず動くものを作ろうということで、妥協した実装の話をします。普通の場合、ある時間に対して、自分側相手側って交互に時間を使います。で、ポンダーというのは仮読みすることによって、相手の考慮時間中も自分も考慮時間を使うことができる。で、その読みが当たっていれば自分の考慮時間が長く使えるというようなイメージのものです。で、実際これぐらい長く使えるのかっていうと、そうではなくて、実際は相手の時間読んだ分だけ自分は相当早く指す形になります。これ究極の形はノータイムになるわけですね。で、一つだけ読むんじゃなくて複数読むとなると、計算機リソースの関係上相手の時間の間読むのはその何分の1かになります。これが今回のシステムなんです。で、何が難しいかと言いますと、相手の指し手を予測するというのは、これ自己対戦をすると当てて当然というか、両方 100% に近い数字で当たるわけですよ。で、当てにくい相手で練習をしなければ何にも意味がないので、ネット上で流通しているオープンソースのプログラム同士で練習しても何にも意味がないということで、もう、なんですか、仮組みした一応動くだろうというプログラムでいきなりネット対戦に行きます。野良試合ですね。で、フラッドゲートというネット対戦の会社があるんですが、開発開始から3ヶ月程度でいきなり、飛び込んでいきました。当然負け倒します。ただ、こっち側はほとんどノータイムで指しますし、相手は、強いところが多いです。ですから、まあ、勝ち負けは度外視です。で、こっちはほとんどノータイムで指しますので、ネット対局をやってると、インターバル、30分に1回対戦があるんですが、大体相手が15分使って、こっち側が、1分も使わないというようなことになりますので、時間が余ります。次の対戦までに10分ありますみたいなことになります。じゃあ、この間に自動でですね、自己反省、手動でやってたやつをある程度自動でできるようにならないかというようなスクリプトも書きました。負ければ負けるほど自分の敗着を学習して、少しマシな手を指すというようなシステムを組みました。これもスクリプトの集まりなんでよく止まったりしてましたけど、まあでもそれでも1ヶ月2ヶ月回してるうちに、なんとなく、序盤の組み立ては
自動で行くようになってきたと。でそれからそういうのがだんだん拡大すればするほど、序盤はノータイムで指す手数がどんどん増えていきます。もう1秒も使わず終局するような、対局も増えていきます。特に、ハマるっていうんですかね、同じパターンで勝つっていうのが、生まれてきます。でそういうのができたときにですね、ちょうど時期的に電王トーナメントというのがありました。これに参加しました。初参加になるんですが、この第5回の電王トーナメントというのは2017年11月、ご存知の方も多いかもしれませんが、主催がドアン号社、それでニコ生で中継されます。でエントリーが45チーム中、ドタキャンがあったのか知りませんけど、参加されたのは42チーム。予選が推進式トーナメントで、上位2チームが決勝に進むというシステムでした。で、第4回ぐらいまでは、観戦席みたいなのがあったはずなんですけど、観戦席が、第5回にはなかったんですよね。で、私、たまたま出張のスケジュールがあったので、これもしなかったらですね、普通にニコ生で見てただけだと思うんですけど、職場にちょっとお願いしまして、片道、私費で行くから、東京で、全泊2泊して東京で遊んでくるから会員の出張費だけくださいというふうなことを申請して、仕事道具持ってニコファーレに行きました。一人だけネクタイ締めてスーツ着てたんで、変なおじさんだったと思います。で、ほとんどの同期は観戦であったり、他の AI やってる人とか、大学院でやってる人、企業の AI 研究者みたいな人と、立ち話をしたかったっていうのが最初の同期でした。で、予選初日ですね、システムがよくわからないまま参加したんですけど、最初の対戦相手がお隣さんなんですけど、いきなりお隣さんがトラブルでソフトが止まってしまって、すごい気まずい雰囲気になりました。やってわかるんですけど、勝てば嬉しいんじゃなくて、対戦が最終局まで刺された方がずっと楽しいです。止まって切れて負けるっていうのは、勝った方も何も嬉しくないです。で、ニコ生で中継されている関係上、途中で、中継ブースに呼ばれてインタビューみたいなのを受けるわけですよね。で、戻ってきたらなぜかネットワーク切れてるという、これまた対戦相手に申し訳ないことをこっちもやっちゃったみたいなのがありました。で、どうのこうのしてるうちに、予選が終わったんですけど、9チームが5勝3敗という団子状態です。で、10位でしたね。負けた相手が1位、2位、6位という、ソルコフポイントっていうのがたまるらしくて、強い人に負けたのもあまりペナルティにならないらしくて、まあ、ほとんど5勝3敗の人が予選で落ちてるんですけど、うち含めて2、3チームだけが、決勝に残りました。まあ、ラッキーだなというぐらいのノリで、ね、予選落ちぐらいのつもりでいたんですけど、なぜか、来れました。というか、まあ基本的に予選落ちの人たちの反省会で一緒に飲んでただけなので、次の日の準備っていうのは特に何もしてませんでした。で、行くと全然雰囲気が違うんですよね。決勝と予選では雰囲気が違って、スーツの人がいっぱい着てたり、なんか見たことある人がいるなみたいな雰囲気になってます。立ち話でなんか数千万使ったとかいう話が出てきて、何の話っていう、この恐ろしい雰囲気になっていました。で、予選落ちした人も二日酔いで応援に来てくれて、まあ、そっちの話し込む方が気楽だなと思ってたぐらいです。ガチの勝負なんですよね。審判の判定に異論を言い出して怒り出す人が出たり、負けて泣き出す人がいたり、ね、トイレの壁蹴ってるような人もいましたんで、かなり殺伐した雰囲気でした。で、なんか知らんうちにですね、勝ち上がってステージの声乗せられるわけですよ。もう恥ずかしいも何も、ね、突然スーツの人がやってきて名刺交換させられたりとかですね、試合終わったのにプロモーションビデオ撮るから懇親会行くの待ってくれとか言われたりとかですね、僕懇親会に
出たくてここにいるんですけどみたいな感じでですね、いろいろ大変でした。で、すみません、ちょっと飛びが早かったですね。で、まあ、準優勝させていただいたんですけど、その場で、世界選手権にも出てみないかとお誘い受けました。これが、毎年行われているコンピューター将棋選手権の、第28回のやつなんですけど、これ毎年5月の3連休で行われます。ということで参加しましたっていうのが世界選手権です。これ2018年の参加の話です。過去最多の56チームエントリー。まあ、これもキャンセルが多かったんですかね。エントリー時は62チーム、これも最多だそうです。で、ハードウェアは何を用意してもいい。こんな選手権なかなかないと思うんですけどね。近年は、EC2 のハイパフォーマンスインスタンスを使うのが、流行りです。で、まあ、電話トーナメントの完成がありますので、一人で行くといろいろとしんどいと。荷物置いたままトイレに行きにくいとかですね。対戦中に、ね、席外したときにネットワーク切れたけど何が原因かわからんみたいなことが起こりますので、とにかく荷物番でもいいからチームエントリーしたいというので、バタバタしながらチームエントリーをしましたら、で、割と勝ちに行きました。準優勝したやつが次の大会出てケチョンケチョンに負けるとちょっとかっこ悪いっていうのが一つ、それから年下おっさんが5月の連休3つ潰してですよ、安ホテルに泊まってイベントに参加したのに、最終日まで残ってないというのはとてもとんでもないということなので、とりあえず最終日まで残ろうというのを目標に、頑張りました。チーム結成したのでチームメンバーね、最終日暇にさせたら悪いなというのもありまして、で、賞賛の一つです。先ほどマルチポンダーのシステムを言いましたけど、マルチポンダーをクラスター化するとどうなるかっていうと、読み手の一つに、クラスターの1ノードを当てるという、ようなシステム拡大を行いました。つまり、普通のチームが1台のインスタンスを使うのに対して、私たちは例えば5手を読むと、相手の手を第5候補まで上げるとすると、インスタンスを5つ立ち上げました。そうすることで、圧倒的な、先読みが可能だというようなシステムにしてあります。それからですね、もうちょっと相手の先読みの精度を上げようと、統計的にどういったモデルが、まあ、相手の手を読むのに適しているかというのが最近の線形傾向とかも調べて真面目に分析しました。こういったことをいろいろやったおかげで、選手権の結果ではこんなになりました。一次予選です。うちのチームの消費時間がですね、2箇所2秒がありますけど、ノータイムですね。それで、1つ負けてるのは笑いどころですけど、残り7つ買ってます。これ第4戦のパルっていうのが、決勝でもう1回当たって、その時は勝ったんですけど、まあ、準優勝したチームです。決勝ではこんな感じですね。まあ、基本的には相手より消費時間短いというのを目標にしてたんですけど、結構接戦になってくるとそれなりに使うんだなという感じにはなっています。優勝した時の写真いっぱい貼ってみました。こういった大会出てですね、先ほど言いましたけど、ものすごい予算かけてくるチームだったり、企業チームだったりあるわけですよね。私、大学で、コンピューターやってますけど、このイベントに関しては、研究テーマとは随分違いますので、ほぼ私費でやってます。で、なんやかんやあったんですけど、電話トーナメントの準優勝賞金が大きいので、黒字かなという感じです。この時点で2018年ですけど、今でもプチ黒字です。それから2019年ですね、さらに改良して、ニューラルネットワークのシステムを組んだり、クラスター部を Go 言語で全部書き換えて、ちょっと Python のカンファレンスには申し訳ないですけど、Go 言語で、全 IO をノンブロッキング化しまして、非同期のクラスターを作っています。それから今年の選手権、選手権ではないですね、これはオンライン大会という名前になりまして、
開催されたんですが、クラスタブをさらに進化させています。それからいろんな研究会ワークショップなどで発表したり、さまざまな招待講演に呼ばれるようになっています。それからニコ生ですね、ニコ生の方の将棋中継で、局面評価値を提供したりもしています。これ昨年の王位戦ですね、今年は王位が失冠してしまったんですけど、昨年王位をタイトルを取る時の、タイトル戦、2日制のタイトル戦なんですが、初日で1000点以上の差をつけて、2日目の対局意味ないじゃんとネット上でワイワイ騒いだやつですけど、それ私が悪いんじゃないやという感じですよね。はい、以上で大体ですね、参加した大会で1位か2位で、2位になった時の1位は全部違うチームなので、まあ、今のところまだ最強と名乗っていいかなというのが私の、まあいいですかね、許してください。で、ちょっと早いんですが、まとめに入らせていただきます。私、やったこと、とりあえずいろいろやってみようっていうのが、一番の、よかったことかなと思ってます。特に、やったことを恥ずかしげもなく出してみる。参加してみたっていうのが一番大きなとこでしょうか。ただ、やみくもにやってはいけなくて、小さな実験、でそれから実験結果から何か類推するみたいな、ことはしっかりやりましょうっていうのが、重要なポイントです。で、そういったことをやる上で、Python や、Jupyter ですね、こういうのは非常にいいツールになりました。実験スケールを小さくして、早く結論、小さな、前提がついたような結論でもいいんですけど、小さな実験をいっぱいできるっていうのが大きいです。で、あとは、貧乏症と妥協ですよね。リソースをケチりながら、勝手な仮説を置いて、やったのが意外とうまくいったというようなイメージです。ちょっと早いんですけど、最後にですね、一つだけ宣伝をさせてください。今、コロナウイルスのおかげで今年の選手権が、開催できませんでした。本来なら、60人からが集まって対戦を行うんですが、それができなかったおかげで今年はオンライン大会という形で、開催されました。で、オンラインでやるとですね、私岡山にいるんですけど、地方の人間からすると、いや、随分楽だなというような感じです。で、他のメンバーもそういう意識があったらしくて、あ、こういったオンライン大会なら自分たちでも小規模にやれるんじゃないかなということから、今回、電流戦というタイトルで、オンライン大会をやってみようということになりました。現在予定しているのは、11月21、22の2日間で、オンライン大会をやりましょうと、人間でもソフトでも合議でも何でも来やがれという大会にしようということになっています。プロ棋士の方、アマチュア棋士の方、参加いただいても構いません。ただ、途中で寝落ちするのは、負けになりますので、気をつけてください。で、現在、サーバーとか、運用の予行演習を散々やってますので、9月5日20時から、終了時刻未定になってますが、練習をやってますので、ネット上で参加いただければと思います。どちらかと言いますと、トラブルは予行演習で出しておきたいので、怪しげなソフトであったり、人間でやりたいという人でおれば、本番だけ突然参加するよりは予行演習で、散々変なことしてください。サーバー側に負荷がかかるとか、途中で落ちるだとか、そういった時の処理などの練習にもなりますので、予行演習でなるべくバグを出したいと思っています。それからですね、大会の参加者を募集しているのはもちろんのこと、大会のスポンサーも募集しております。企業スポンサー、個人スポンサーでも構いませんが、ぜひ、来てください。それからうちのチームのスポンサーも欲しいなと思っています。皆さん、ご存知の方はいるかもしれませんけど、スレッドリッパーの 3990X いうやつがですね、何十万かするやつなんですけど、これが、AWS のインスタンスよりずっと早いので、これ持ってないと AWS 借りても勝ち目がないというような状況になってますので、欲しいなと思っています。
欲しい欲しいで終わっていいのかなと思うんですけど、今日準備したスライドは以上でございます。発表終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。では、残りの時間は質疑にしようと思います。あ、QA 来てますね。ありがとうございます。ですね、Zoom の画面の下のところに、はい、Q&A というアイコンがあると思います。皆さんそちらから柴さんにお聞きしたいことをぜひ何でも構いませんのでお気軽に、ご投稿ください。で、じゃあ私が代読しまして柴さんに答えていただくという形で Q&A の方やっていきたいと思います。で、今1件来てるのがあるのでそちら読みますね。これは通訳、私の読み上げる質問も通訳で翻訳、英語に翻訳されます。では読み上げます。お話ありがとうございました。一般的にディープラーニングでは結論に至った経緯についてはブラックボックスとなることが多いと思います。将棋においては候補手が主なフィードバックになると思いますが、それ以外の探索の表現、例えば盤面上での可視化などはされているのでしょうか。あると開発の際にもフィードバックになりそうですし、観戦時にも楽しそうです。以上です。今の質問は Q&A のところの、見えるようにするにはこの操作ですかね。これで回答済みのところから質問見えるかと思いますので、こちらご回答をお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、可視化の話ですかね。可視化は独自にしているものも結構ありますが、実は他の人に見えるようにしたいなと思っているところは結構あります。ただ私その UI とか作るのは苦手なもので、誰か上手な人が手伝ってくれるなと嬉しいなというような感じです。実際、ニコ生とかの方には提案してたんですけど却下されたので、個人的にはなんかうまく作れたなというのはあります。自分用のツールはもちろん自分では持っています。なるほど、ありがとうございます。では、いくつか質問来ておりますし、もしその、私が質問を代読した方で追加で質問がある方はまた Q&A をお寄せください。では続いての質問に行きますね。これで見えるようになるかな。次は、の質問は、研究とは関係のないプロジェクトですが数値計算のバックグラウンドがかなり役に立っているような印象を受けました。柴先生はどのように考えていますかとのことです。ご回答お願いします。はい、当然のようにすごく役に立ってます。数値シミュレーションやる人、本格的にやってる人は特にそうだと思うんですけど、パラメータをたくさん振って、信頼性のある回答を出す、それを、決められたリソースで早く欲しいとか言ったことになると、例えば精度をどのくらいで行うかとか、パラメータをどのくらいの刻みで、投げるかとかいうのが あると思います。私なんかも予算限られた、シミュレーションの人間ですので、まあ、この辺ケチですよね。荒い計算でよかったら荒くやるし、同じ将棋の指し手をするならもうなるべく簡単なモデルで答えが出た方が嬉しいなっていうのがあります。この辺本当にその貧乏症とか妥協とかそういった考え方に近いものになります。なるほど、ありがとうございます。私も質問者さんと同じようにその数値計算っていう、なんか私も同じような感想を抱いたので非常に参考になりました。回答ありがとうございます。次の質問に移ろうと思います。まだまだ、時間はありますのであと10分くらいあると思いますので、ぜひ聞いて気になることがあったら、いやそんな謝られるようなことではないです。全然むしろここでしか質問できないと思うので、柴さんにその話聞いて質問って結構貴重な機会かなと思うので、なるべくはい、
いろんな方にそういう時間があるのはむしろいいことじゃないかと個人的には思っています。で、次ですが、じゃあこちらにしようかな。質問は大歓迎です。これにしますね。見えるように操作します。質問です。相手の指し手を予想する場合、相手が使っている思考エンジンなども研究されているのでしょうか、という質問です。そうですね、相手のエンジンが分かってると指し手予測ってほぼ 100% に近いもので当たるので、どちらかとすると予測を裏切ってくるようなものがないかなというので、強い弱い関係なくいろんなエンジンをダウンロードできるものは全部持ってくるみたいなようなことはしています。なるほどなるほど、そういう要素もあるんですね。なるほど。そうですね、ほとんどの人は一番強いソフトをダウンロードして使うっていう感じの人が多いと思うんですけど、私はもう指して予測を当てるっていうのに一生懸命なりましたので、とりあえず種類たくさん用意したいというような感じで調べましたので、幅広くダウンロードして、動かしてみたという感じはありますね。ありがとうございます。では続いて、続々と集まってきて大変ありがたいです、質問が。じゃあ次はこちらにしようかと思います。ごめんなさい、ちょっとご操作です、少々お待ちください。これで見えるようになりますかね。次の質問です。最善手を探索するとともに、最低でも悪手は取らないというアルゴリズムは入っているものなのでしょうか、ご回答をお願いいたします。最低でも悪手は取らない、ちょっとおっしゃる意味がわからないんですけど、最低というのがよくわからないですし、悪手になるかどうかっていうのは手が進んでみないとわからないんですよね。で、進まない時点で進んだ時のことを考えるっていうのが、それが指して探索なんですけど、それは良かれと思って、探すのが探索アルゴリズムです。ですから、どのチームもそうだと思いますけど、悪い手のことを一切考えてないと思います。なるほど。その今のお話の悪手というのは進んでみないとわからないというのは、なるほどなと思いました。はい、すごい興味深い回答でした。結構あるんですよ。はい、なんていうんですかね。しばらく見てると悪い手ではなさそうなんですけど、なぜかずるずると負けてしまうような局面みたいなのが、将棋の棋士とかが非常に詳しいと思うんですけど、はい、その場で悪くないと思ってもゆるゆると負けにしかならない局面みたいなのがあります。へえ、なるほど。面白いですね。面白いです。ありがとうございます。実は私もちょっと将棋はなんかかじってた時期がありまして、非常に今日のお話も興味深く聞いておりましたというところがあります。はい、質問がどんどん来ておりますので、はい、次の質問に行きたいと思います。じゃあこちらにしようかな。ちょっとお待ちください。はい、今見えるようにしました。ごめんなさい、私ちょっとチーム名の発音がうまくできないと思うんですけど、ご容赦ください。ヘフェワイゼンですかね、すいません、間違ってたら本当に申し訳ないです。こちらのソフトは人の感覚と違うような独特の序盤という印象ですが、なぜ人の感覚にないような指し手が指せるのでしょうか、という質問です。どのあたりのことを言われてるのか私もわからないんですけど、機械学習をするときにですね、私は自分のその序盤だけは定石をある程度作ったんですけど、その定石を使った上で、機械学習をしてます。ですからエンジン自体は実質中盤から指すようなイメージで開発をしてたので、そのエンジンで序盤定石を入れずに探索をさせると変な手が出てくるっていうのがあると思います。そういうあたりの話でしょうかね。なるほど、中盤からで考えていらっしゃるんですね。どうぞ。何のことを言われてるのかちょっと難しいんですけど、独特の序盤と言われると
どこで指してる、どの辺の手のことが言われてるのか分かりにくいので、多分その辺の話かなと思います。もし質問された方で私がうまく伝えてきれてないところがありましたら大変お手数ですが Q&A の方に文字で補足していただくと、伝えますので、はい、よろしくお願いします。はい、ではなりと次の質問に行こうかなと思います。もうあと5分くらいありますよね。時間は5分はちょっと切ってますかね。じゃあこちらにします。はい、今一番下に出している質問で、対局後すぐの感想戦ではどのようにして敗着を割り出したのでしょうか。指した瞬間は静着だと思っていた手を同じソフトで評価するとまた静着と評価してしまいそうに感じます。あ、はい、ちょっと説明不足だったかもしれませんけど、フラッドゲートでオンライン対局するときの話ですよね。その時はですね、ほぼノータイムで指すというシステムでやってます。ですからノータイムで指した手を、例えば後で1分考えてみると、あ、悪い手だったなみたいなことはよくあります。ですから、はい、対局時はこっちがほぼノータイム、向こうが時間を使うというようなオンライン対局をたくさんやりました。なるほど、時間を取ってみて考えてみると分かるっていうところなんですね。なるほど、面白いですね。ちょっと変なことやりましたね、私もね。はい、いえ、ちょっと時間限られてきたので、あと聞けるものをなるべく聞こうと思います。はい、どうしようかな。じゃあ、ちょっとすみません、個人的に気になるという点でこれにします。はい。はい、表示します。一番下に出てると思うんですけど、クラスタブの書き換えに Go 言語を選択された背景が少し知れたら嬉しいです、とのことです。ああ、Go 言語ですか。多分私のプログラミング技術もあるんだと思うんですけど、ノンブロッキング IO で、複数のクラスターですね、複数のノードからの情報をリアルタイムで IO 入出力できるっていうものを組むときに Go 言語だが一番楽だと思ったという感じですかね。まあ、いわゆるネットワークサーバーみたいなものをスクラッチで作らなきゃいけないんですけど、その時に一番楽に作れそうなのが Go 言語だったということです。なるほど、ありがとうございます。Go にはそういう良さがあるんだなというのを、不勉強なので今初めて知りました。すいません、Python のカンファレンスなのに。あ、いいえ、アンカーソンの全然そんなことはないと思っています。はい、では時間の関係で次を最後にしようかなと思っています。ご質問を寄せてくださった皆様ありがとうございました。またこの質問はなるべく柴さんにも共有しようと思ってますので、まだ聞きたいことがある方は、お寄せください。では最後は、こちらにしようと思います。今操作しました。あれ、ちょっとご操作して見えなくしてしまったかな。ちょっとお待ちください。アルファゴーのやつですね。あ、そうです、アルファゴーのやつで、ちょっとなんか私の画面から見えなくなっちゃったんですけど、下から2つ目に来ました。あ、なんか多分ズームのバグを踏んでしまったかもしれない。すいません、柴さん、まず質問を読んでいただいて回答いただいてもいいですか。恐れ入ります。はい、アルファ5だと、コンピューターが予想外の手を打った時に、暴走してしまったという事例を聞いたことありますが、過去の対局中に予想外の手を打ってコンピューターが暴走したことはありますか、という質問です。コンピューターの暴走ですか。熱暴走とかなんでしょうかね。特にありませんですかね。コンピューター使う人間としてはそうですね。着手で暴走するということは、はい、漫画ではないのでありません。ああ、なるほど。その予想外の手があったとしても、まあ、プログラムで決められた範囲の中で動くというようなことをやってますか。動作クロックが急に上がったりとか、あ、使ってないメモリを使い出したりということはないです。なるほど、なるほど。はい、では、はい、わかりました。じゃあ、ちょっと時間が来てしまったので、まだ質問いくつかいただいてるんですけれども、一旦こちらで以上としたいと思います。音が出せる方は、柴さんに最後に大きな拍手をお送りしましょう。柴さん、基調講演、またその後の質疑、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、では、PyConJP2020 1日目のキーノートは以上となります。この後は11時50分から、5つのトラックに分かれてのセッション
です。最初は45分の時間枠でのセッションとなります。ここまで、基調講演ご参加された皆さん、どうもありがとうございました。次は部屋が変わります。ズームが変わりますので、興味がある部屋にご移動ください。よろしくお願いいたします。これ出ればいいんですかね。あ、はい、柴田さんも出ていただいて大丈夫です。あとはカンファレンスを楽しんでいただければと思いますので、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。